これから散財地域における巡回型日本語指導教員 JLT の取り組みについて JLT の成果と課題をお話しします。はじめに JLT としての主な成果についてです。成果の一つ目として、子どもたちの安心感が高まり、学習への意欲や自己肯定感の向上が見られたことが挙げられます。二つ目には、日本語の習得が進むにつれて、学力の向上も見られた児童生徒が数多くいたことが挙げられます。三つ目には、日本語指導や教科指導等に対する管理職や担任等と JLT が共通理解を図り、連携を強めたことによって、若手をはじめとした担任の先生方が自信と安心感を持って指導、支援に当たれるようになったことが挙げられます。連携を強めることによって、事業改善が行われるなど、良い影響が現れました。一方、主な課題として次のことが挙げられます。一つ目は、限られた時間内での系統だった指導が挙げられます。巡回型指導では、児童生徒への指導に当たれる時間が週に1日ほどと限定されているために、系統だった指導がなかなか難しい状況があります。こうした状況下の中で、どのような教材を、どのような指導方法で行っていけばよいか、今後も検討、改善が必要です。二つ目は、在籍学級での教科学習理解につながる指導が挙げられます。日本語指導を必要としている児童生徒について、どこの学校においても抱えている悩みの一つに、日常会話には困らないが、在籍学級での教科学習等において理解が難しいことが挙げられます。一般的に、日本語での日常会話の習得には2年から3年、学習言語の習得には5年から7年かかると言われています。これは学習言語は語彙や言い回しが生活場面とは異なるため、事業者が話していることがわからなかったり、教科によっては日本の文化や歴史と深く関係する内容もあり、前提となる知識が十分でないため、理解できなかったりするからです。日常会話には困らなくても、教科等の学習活動に参加するには、やはり指導、支援が必要です。JLT による取り出し指導において、在籍学級で学びと全くつながりのない日本語指導を行い、教科学習の先行学習や補習等を行わなければ、その子どもは本来、教科学習の中で学ぶべき知識や技能、思考力、判断力、表現力等を身につけることができなくなってしまいます。在籍学級の学びにつながる日本語指導を行うこと、在籍学級での学びを日本語で学ぶ力を身につけさせるために指導、支援していくことは JLT にとって大きな課題です。三つ目は、効果的な連携方法の検討と改善が挙げられます。様々な人材や組織と連携することで指導の効果が現れている学校がある反面、依然として連携がうまくいかず、なかなか効果の現れていない学校もまだまだあります。各現場の実態に応じた
効果的な連携方法の検討、改善が今後も必要となります。以上、散財地域における巡回型日本語指導教員 JLT の取り組みについて、JLT の成果と課題をお話しさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。